2003世界王者マーサーター、カリスマが挑む。パンチで勝負ならばね、200% 僕の勝ちですよ。やっぱ俺はずっとやってきてますからね、こんな甘くないよっていう。バスドに限らずね、誰も認めないですよ。僕は、僕には勝てないし、うん、まあ、そんなこと言ってると腕へし折っちゃうよって。さあ、マサト落ち合いだからサタービーク、パンチも狙ってます。いや、マサトパンチも当たって色の白いようになった。右ロー、ロー詰まった、詰まった、コーナー詰まった。マサタパーロー、ロー1回のダウンダウン、ローキックだ。完全復活。Masato's punches are not big mouth, you know? で、まあ、ボクシングの世界チャンピオンとかって言うけど、はっきり言ってボクシングで俺の方が強いじゃない。勢いで倒します。連打しても最初の一発と最後の一発と力がほぼ変わらないというのが、このマサトが今取り組んでいることです。おー、すごい。ダウンを奪ったマサト、腹子が思わず倒れた。気持ちのパーク、あー、すごい。マサトのアウト勝ち。カラコロも腹決めてね、倒しに行こうとしたんですよね。はい、これは自信でもありますけど、自分には勝てないです。パンチだったら、はい、倒せると思ってるんで、はい、そこはもう自信持っていきます。じゃあ蹴りで倒すって言って、めちゃくちゃ蹴ってやるよって、うん、もうとにかくパンチを叩き込んでやろうと思ってます。あんなのあれだよ、ハエが止まったパンチなんて俺に当たらないし、なめんじゃねえと。ボクサーの拳っていうのはこういうもんなんだよっていうのを味わわせようかなと。負けるとは思ってないです。ただムカついたんで思いっきり蹴ります。正月歩けないようにして。マサトが蹴っていく、蹴っていく、倒していきますよ。あと3連発、とにかく試合に飢えているんですと話していたのに、次のあとガードが下がっている。蹴った、鈴木はどう防戦するか。右蹴った、ローキック、鈴木は立てるか、鈴木は立てるか、2度目のダウンだ。本当に打ち合ってくれんの？もちろん、足止めてノーガードで打っちゃいました。あ、そう。3分持つ？3分かかんないんじゃないですか。あっという間に終わっちゃうから。何をそんな偉そうに言うんだろうっていう感じなんですけど、実力示してから引退しろ。ノックアウト。そして2度目のダウンはこのミキストレート。すごい試合だったですね、これはプロデューサー冥利に尽きる試合でしたね。いや、もう最高ですね。はい。
このパン、このグローブはパンチが効きます。右ストレートですよね。関根さん、はい、絶対王者があんな形で倒れ込むという、まずめったに見ないシーンですよね、はいはい、ミドルで距離離すことができないんですよね。こんなに焦った顔をしている王者を見ることができない。強気強気左よし来た。破りました。まさと勝った。王者は文句なしですね。ベスト4進出、絶対王者相手にまさと完勝。マサト君、2人でちょっと試合でもして日本を盛り上げましょう。俺はっきり言ってメリットなんか何もないです。勝って当たり前ってことでしょ。メリットのないところで何で受けたかっていうと楽な試合だと。覚悟しといて、俺の一発は重いよ。そんなもん当たんないっすよ。勢いは絶対違う。俺のは絶対勢いは何とも思わない。俺と同じレベルじゃないから。そうですね、キッドのね、キッド選手の苦しいですよ。マサトとしてもダウンを取られた。初めてダウン見ましたね。左ストレートの軌道が読まれてきましたね、マサト選手に。このハイキックが顎をかすめた。キッド一戦しかしませんから。まだそうなんですよね。いい方辛くもキッドを退けた。いや素晴らしい試合だった。いいもの見せてもらいました。ゲームしてやったら待ってろ。ちょっとマサトの顔にパンチが打ち込まれるたびにゲストの優勝。が強いですね。その前のローがちょっと効いてましたよね。そうですね。ボクシングのトレーニング、スパーリングも30ラウンドぐらいこなしてきたというこのマサト。すごいミニアッパーでしたよ、うわこれですこれです。うわすごい。いや見事、本当に電光石火の一発が決まりました。いや顔が歪みました、リガットプートン。かつて千葉の不良少年が世界ナンバーワンの男になろうとしている。今マサト入場。世界一まであと一つ。左のインロー、見てろ、インローからロー。クラウスの左足が悲鳴を上げている。マットの左アッパー、ショートインに打った選手が握っている。ついに日本人で初めて K-1 の世界王者に
やっと世界で一番強い男になることになりました。良かったです。ありがとうございました。いやーすごい。世界最高の栄誉をたたえ、 T1 ワールドマックス2003チャンピオンとしての称号を贈り、永遠にその名を残す。これを称します。世界最強の栄誉と読み上げられた瞬間に、マサトの目から大粒の涙です。マサト男泣き。